はい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 。昨日の阪神対 DeNA 見てましたけども、はっきり言って、ジャイアンツからすれば、DeNA が上がってきてほしいというふうにマジで思ってるし、昨日の感じ見たところ、DeNA が上がってくる可能性もマジであるんちゃうかなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日やっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、今、CS のファーストステージやってますけども、なんとですね、阪神タイガースが、初戦取れなかったというところがありまして、DeNA が上がってくる可能性もあるんじゃないかと。もしかしたらこの動画出す日にはですね、もしかしたらDeNA が2連勝してですね、ファイナルステージを決めてるかもしれませんけども、果たして、じゃあタイガースが来るのか、DeNA が来るのか、どちらが、我らジャイアンツにとっていいのかというところも含めてね、今日お話していきたいと思います。結論から言いますと、間違いなく DeNA が来てくれた方がいいんですね。というのも、それはシーズン成績にすごく表れてまして、これ見させてもらいますけども、阪神に関して言うとですね、12勝12敗、1引き分け、いわゆる勝率が5割なんですね。はい。で、対する DeNA はですね、16勝8敗、1引き分けというところで、ジャイアンツが大きく勝ち越してるんですね。うん。そういった意味でも、相性というところ、このチャンネルはジャイアンツファンが見てくれてることが多いですけども、その多くのジャイアンツファンもですね、阪神か DeNA だったらというふうな質問された場合、おそらく大半の人が DeNA が来てくれた方がやりやすいよね、っていうふうに思うと思います。僕もそれは同感、同じ意見です。はい。その中で、ファイナルステージ、はですね、ジャイアンツがですね、ホーム球場で、やれますから、その通算成績の中でも、ホーム球場での成績というのは、結構ね、見てて参考になるかなと思うんですが、阪神の場合、我ら、東京ドームですよね、ホームでやれた時の成績は、8勝4敗なんですね。だから、通算成績、今年の通算成績は5分なんですけど、東京ドームでやる時に限って言うと、8勝4敗というところで勝ち越してるんですね。で、DeNA の場合も、8勝4敗、1引き分けというところで、勝ち越してるんですね。だから、シーズンの成績が全て当てはまるか、と言われたら、そうではないんですけども、おおよそというか、すごく有利な条件の中で、ジャイアンツは戦えるっていうところは、このデータからも言えるんじゃないかなと僕思います。はい。で、よく僕言うじゃないですか。試合というかね、プロ野球の試合というか、野球の試合で大きく勝敗を分けるのはピッチャーだよと、よく言うと思います。で、そのピッチャー、ジャイアンツの場合はですね、1戦目、戸郷投手行って、2戦目、菅野投手が行くというようなね、形に今なってますと。で、そちらの対戦成績をね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、戸郷投手、阪神に対して、6試合投げておりまして、4勝2敗、防御率が 2.90、ウィップが 0.99 となってます。で、DeNA に対してですね、5試合で1勝2敗、防御率が 1.54、ウィップが 1.14 となってます。戸郷投手の場合、どちらもですね、非常に、ある程度抑えているというのがありますんで、安心して見れるのかなと思います。阪神に関してはノーヒットノーランもしてますんで、相手もね、嫌な印象があると思いますし、DeNA に関してもですね、相当抑えているというのがあるんで、そこはどちらの相手が来ても、戸郷投手であれば、負けないとは言えないけども、ある程度のやっぱ高い角度でね、確率で、抑えてくれるんじゃないかなと思っております。で、2戦目の菅野投手ですけども、阪神戦で5戦投げておりまして、1勝1敗、防御率が 1.01、で、ウィップが 0.93 となってます。で、DeNA に対しては、3試合投げておりまして、1勝1敗、防御率が 2.25、
ウィップが 0.85 となっております。まあ、菅野投手に関しても、まあ、どちらの相手に対しても、まあ、しっかり投げているというところで、まあ、この戸郷菅野というところで、まあ、確実に、まあ、2連勝できればね、それは最高ですけども、まあ、間違いなく、2連敗することは、まあ、間違いなく、まあ、絶対というのはね、野球においてないですけども、まあ、まあ、1勝1敗、もしくは2勝0敗というところで、僕はいけるんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあ、どちらの相手が来てもですね、そういった、可能性が高いんじゃないかなと、僕今思ってます。で、その中で、まあ、昨日の試合見てましてですね、すごく感じたところはですね、まあ、勢いですよね。DNA の勢いというところがね、非常に感じました。というのもですね、やはり DNA というのは、まあ、打線がいい、チームですから、特に昨日で言うと、牧選手と佐野選手ですよね。まあ、オースティン選手も、まあ、タイムリー打ちましたけども、まあ、その特に2番と3番というところに関して、非常に、連打がね、すごくありましたし、まあ、あの打線なんでね、例えば下位にいるというかね、5番とかその辺にいる宮崎選手であったりとか、そのあたりも打ち出したらちょっと止まらんなっていうところがあるので、まあ東京ドームで行われるという試合なんでね、ホームランというところは間違いなくね、気をつけてほしいというふうに思ってます。で、まあ阪神タイガースに関してはですね、まあやはり、打ててないっていうのがね、正直、あると思います。まあ昨日の解説でも言いましたけども、まあ近本選手、中野選手、この二人がね、やっぱりある程度起動してこないと、まあ阪神というチームはね、難しいのかなというふうに思ってますと。で、4番の大山選手は、まあ内容自体はね、良かったんですが、まあまあヒットは出てないというところですね。で、5番の佐藤選手か、三三振っていうのがありましたんで、結構その佐藤選手に関しては、まあその攻め方がはっきりしてるというかね、高めのボールを見せて低めの変化球っていうところ、まあ同じパターンにはなるかもしれないですけども、結構そういう成功法で、シーズン中も抑えられてるなっていうところはね、僕自身も感じてますんで、そんなにあえて裏なんかもね、行かなくていいと思いますし、高めの速いまっすぐ、低めの落ちる、まあ、フォークであったりとかスライダーっていうところのコンビネーションでね、やっていければ、そこの選手もね、佐藤選手も抑えられるのかなっていうふうに僕は今現時点で思っております。で、その中で、まあ、ジャイアンツが、今試合期間が少し空いてですね、まあ、シートバッティングであったりとか、まあ、フェニックスね、調整している選手もいますけども、僕が考える打順というのをね、最後に発表していきたいと思います。はい、僕はですね、このような打順を組みました。はい、1番ライト丸選手、2番、センターオコエ選手で、3番セカンド吉川選手、4番ファースト岡本選手、5番レフトモンテス選手、6番キャッチャー大城選手、7番サード坂本選手、8番ショート門脇選手、9番ピッチャー戸郷投手というところで、まあ、1戦目はこういうスタメンになるんじゃないかなって思いますと。で、今言ったスタメンのところでね、気になったところあるかもしれないんで、少しね、お答えしておくと、まあ、浅野選手ですね、まず状態が悪いというか、腰の状態というところがあって、僕は、無理をして使うべきではないんじゃないかなと思います。まあ、経験させてあげたいとかっていう思いはあるとは思うんですが、僕は、奥江選手がね、今、シートバッティングでも非常に状態良かったりとか、うん、非常に、まあ、シーズン終盤ですから、シーズン終盤もですね、非常にいい働きをしてたっていうのがあるんで、まあ、守備でもね、プラスを作れるような選手かなと僕は思ってますんで、僕は2番に奥江選手を置く。まあ、これが、今、チームで、考えると、ベストなんじゃないかなと僕は思ってます。で、その中で、ちょっと心配なのは、セカンドの吉川選手ですよね。今ちょっとこうね、脇腹を、ちょっとまあ、おそらく骨折してるとは思うんです。で、その中で、まあ、調整をね、してるというところ、まあ、ぶっつけ本番になるだろうというふうなね、安倍監督のコメントもありました。で、まあ、その、今年ね、MVP 級の活躍をしてくれた吉川選手が、まあ、どれぐらい、まあ、感知してるのか、どれぐらい、まあ、その、試合感というかね、もう含めて、やってくれるのかっていうところは、まあ、ちょっと、不安なところではありますけども、そこはね、まあ、信頼してね、まあ、安倍監督も使っていくだろうというふうに思いますし、本人も、行きますというふうにね、言うんじゃないかなと僕は思ってます。でですね、モンテス選手の5番の起用については、
まあ、フェニックスリーグで長い間試合を出てて、まあ、非常に、まあ、状態も上がってきているというところで、まあ、5番に置かせていただきました。まあ、6番に置く場合、で、5番に、キャッチャー大城さんが入る場合、まあ、多少のね、前後はあるかもしれないですけども、まあ、モンテス選手を、まあ、スタメンで使っていくんじゃないかっていうのが僕の予想でございます。はい。でですね、今、フェニックスで、まあ、秋広選手であったりとか、中山選手というところも非常に打撃のね、好調をキープしているというところがあるので、まあ間違いなくベンチに入ってくるんじゃないかなというのが僕の予想でございます。で、ベテランの梶谷選手であったりとか、立岡選手というところも、今ね、一部に、まあ、合流してたりとかしますけども、まあそういった意味で言うと、まあ、梶谷選手の存在感というかね、まあ梶谷選手はまあ膝の状態がありますから、なかなか守れないっていうところがね、あると思うので、そういったところで、中山選手であったりとか、秋広選手の状態がいいというところで少し優先度は僕は落ちるんじゃないかな、もしかしたらベンチを外れる可能性もあるんじゃないかなというふうに踏んでおります。はい。で、まあ、最後まとめますとね、まあ、阪神タイガース、まあ、DeNA ベイスターズ、まあ、どちらが来るかまだ正直わからないところありますけども、まあ、昨日の試合を見てる限り DeNA ベイスターズが上がってくる可能性、非常にあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、初戦をね、取ったというところが相当有利だと思いますし、まあ、DeNA の場合はですね、少し、先発ね、の、3枚目、4枚目、5枚目とかがね、少し落ちるというか、そういったところもありますんで、まあ、それも含めてね、DeNA が上がってきてくれた方が、日程的にも、もう、ジャイアンツは戦いやすい、試合になると思うので、まあ、DeNA には、まあ、正直言うと、まあ、今日のね、試合で決めてもらって、まあ、巨人をね、しっかり、東京ドームで、まあ、DeNA がね、こう、勢いがあるかもしれないですけども、そういった形でね、戸郷、菅野というところで、しっかり2連勝してというところを、目標に、頑張っててもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。